いいね。食べよっしゃ。チャーがついた。チャオ、ゆりこたえがです。皆さんこんにちは。今日はまたパスタの動画を撮りたいと思います。パパーン、カボイラパスタデラビーダー。Allora, come la mangiamo questa? わかりますか、ボンゴレ。ここにボンゴレって書いてあるんだけど、イタリア語だとボンゴレ。ボンゴレは二枚貝という意味ですよ。だから、まあシーフードのパスタです。実はね、私の実家のおすすめはこのパスタ。インペリアというのは港の町なので、魚がすごく美味しいし、ボンゴレパスタとかペスカトレパスタが一番おすすめのパスタでございます。これはね、新発売らしいんですよ、ファミリーマートの。だからそう、ちゃんと新年今資料も書いてるから、やっぱりなんか新しいものってさ、必ずもっとうまくなるじゃん。勝手にそう思ってるんだけど、食べてみて私の実家を思い出す感じか、戻さないかってお試ししたいと思います。出来上がった。イエイ。お、一つの気がついたんだけど、なんかこの前食べたのパスタはだいたい5分ぐらい電子レンジで、でもこれはね3分だけだよ。早くね。で、ようやく39キロだから、結構早くて、そんなにカロリーがないから便利だなって思った。で、ちょっと食べながらね、そのどんな感じ普段作ってるこのパスタを説明したいと思います。とりあえず今日よいしょ。いいね、食べよっしゃ。このボンゴレパスタはカンパーニャからのものです。カンパーニャはね、ナポリと近くです。これね、ボンゴレフスナパスタ、ボンゴレビアンカ、そう、ビアンカがある。ビアンカって何とかめっちゃいろんな人で聞かれたんだけど、ピッツァもそうだけど、ビアンカとロースターあるよね。で、ビアンカの時は白ということ、トマトソースはないです。白ワインで作ってますよ、このパスタ。クロスさんの時はトマトソースが入ってる。だからトマトとかパスタだけじゃなくて、ピッツァもそうだよ。ピッツァビアンカとピッツァロースがある。トマトソースなしでトマトソースがあり。で、これはビアンカということですよね。で、まあ白ワインで作ってるではないかもしれないけど、ちょっとね、普段のボンゴレパスタはワイン、オリガノ、ボンゴレとペペロンチーノ、ドイルボイルと、バジリコで作ってます。よし、いただきます。うんうん、なるほどね。うん、うん、さっぱりしてる。すごくさっぱりしてるんだけど、味的には結構ある。さっぱりしてるんだけど、結構ボンゴレと近い。またこのペペロンチーノの感じってさ、ちょっとね、弱い気がする。あ、辛い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 。辛くないと思ったら、ペペロンチーノだけどダメだ。ちょっと、もう弱いんだけど、私。ありがとう。辛かった。でも、あとはね、もう一つ、ボンゴレパスタ作るときに、そのスパゲッティはアルデンテっていうんですよね。アルデンテはそのちょっと硬い感じの、本当のそういうなんだっけ、焼け方、肩たちの焼け方です。だから柔らかいスパゲッティはもうダメだよ。それはアメリカンだよ。それはアメリカンだよ。ちゃんとアルデンテは本当のスパゲッティの作り方でーす。大丈夫かなって、なんか頭の中でずっとジョージョのオープニングがどんな感じにしたいです。はい、あと、あ、でもこのボンゴレはね、食べてみたいと思います。これ2回のボンゴレだよね。ねえ、感じ思った。うーん、え、美味しいわ、超美味しいし、で、結構たくさんあるよね。ちょっとよく見たら1、2、3、4、5、6、7、8、9、うん、
なんかミドル系は13ぐらいが入ってるからすごいと思う。普段ってさ、もう3つぐらいがあるだけのはもうありがたいみたいな感じなので、なんだよこれはちゃんとあるよね。で、味的には結構近い。でも本当近いですね。だから90点ぐらいであげたいと思う。もう今日は優しいから90点ぐらいであげたいと思います。まあ本当ね、コンビニのパスタとレベルだったら絶対美味しいなって思う。全然、私はね、パスタを食べるときに進むんですよ。でも、イタリア人は進まない。進まないって言うんだから。進まない。刺さない。すすらない。すすらない。すすらない。でも、プーナはすすらないんだけど、もうラーメンとか食べて慣れきってるから、なんかスパゲッチのときに、なんかすすって、何がやってるとか言われたこともある。って思った。で、スプーンは必ず食べない。あ、じゃあそれ？ってな感じはやっぱりスプーンで食べるんだけど、もうめんどくさいからもうこれだけでしてもう全然美味しいからスプーンがいらないよ。がいらない。オッケー。じゃあ今はちゃんとペペロンチーノも含めてボンゴレと含めて全部その一個で食べたいなと思います。でも、オイルとかそういうソースがね、下にあるので、それ美味しいよね、やっぱり。よし！入ってる、入ってる。はい。せーの！うん。うん。でも、ペペロンチーノが、しっかり辛い。しっかり辛いし、モンゴル柔らかいし、90点が全然あげようと頑張ってます。おいしい。で、全部食べちゃう。で、全部食べて、ね、一回ね、でもこれはね、作ったことはある。ちゃんと作ったかどうかはちょっとわからないけど、ユリコ料理を見たいの。なんか、チュニカ、ファイア、パーって、シナリソ爆破みたい、パーって。あんまり上手じゃないけど、パスタぐらいが、まあ、日本に来たから、なんか料理が全然作らない子だったなんですけど、ずっともう一人暮らしで住んでるから、やっぱりパスタは一番すぐ作れるもの。だから、パスタは多分全部で8分。一番難しいのことは、やっぱりそのロースターのパスタロースターで作ると、そのタッカートソースとかそのソースをくるくらなくちゃいけないから、それはね、ちゃんと作ったらもう2時間とか3時間ぐらいかかるんだもん。ちゃんとのトマト。ソースとかね、作りたいんだから。だから、ビアンカが、カロリー的にはもう、すごくいいし、で、プラスが、もう、しっかり、さっぱりな味を、してると思います。イェーイ！でも、今ね、よく考えたら、あれ、この前、ボンゴレパスタを食べた時に、ペペロンチーノが入ったっけって覚えてない。なんかトマトが入ってたんだけど、ビャンコで。でもそのトマトがトマトソースじゃなくて、ちょっとそのフリーズトマトが入ってた気がするんだけど、ペペロンチーノは多分なんでこれで入れてるのは、ちょっとなんか味を近い感じする。だからアイオニンニクとオイルボイルが、ちょっとイタリアはね、すごく自然だけど超強い。味的には超強いから、日本とちょっと違って、やっぱりその時はペペロンチーノが一番、入れやすいものじゃないかなって思います。でもな、すごく美味しいから、もうそれ、私はそれだけは満足。他のイタリア人はね、きっと怒られると思うけど、私はこれが好きって思います。今日見てくれて本当にありがとうございます。またコメントで待ってます。ぜひ次のパスタとか次は何が食べてほしいのか、ぜひコメントしてください。あとはいいねをして、チャンネル登録をよろしくお願いします。またね、チャオ、アラプラスナ、バイバイ。もう半分以上も食べちゃったなんですけど、すすすす、おいしい。でも本当食べるのは本当嬉しいやな。